はい、こんばんは。今日はキンキーボックス、素敵なマリンママに会いに来ました。はい、ママには以前いろいろとお世話に、あ、お世話しましたでしょうか。はい、お店もすごい綺麗になって、ありがとうございます。相変わらずキンキーボックスおっぱいが、はい、そこでございますね。九州でナンバーワン、九州ナンバーワン、ありがとうございます。はい、場所は西中洲でございます。西中洲ですね。え、西中洲でございますよ。カニ通からちゃちゃっと裏に入ったところ。そうですね、オリーブスパの上ですね。はい、ちょっと立ってもらっていいですか。立ちますか。はい、そのウエストの細さをちょっと見たいです。わお、すごい。スタイル維持って何かやってるんですか。スタイル維持は SM しかやっておりません。ちょっとママそのムチで、じゃあこれですね。はいはい、これ初心者用でございますけど。あ、そうですか。初心者用でモデルさんもじゃあ一緒にいいですか。はい、これは痛いですからね。パンパン。あ、モデルさん行きます。あ、モデルさん、はい。M 女ですね。ママ女王様ですからね。女王ですね。あ、M 女ですね。でも M 女ちゃんちょっとこっちで行きますよ。はい、皆さんにお通過してから。わお。はい、お尻ペロンとめくってから。ペロリン。ペロリン。わお。はい。お願いします。喜びの声を聞かせてくださいね。行きますよ。わー。見たい。はい、これが正式なスタイルでございます。わお、はい、ママあのこれろうそくが見えてますけど、ろうそくこれね、はい、あの低温ろうそくで、はいはい、当店あのこけし千年堂さんこれ一般の方来てもやってもらえるんでしょ。やってあげますよ。叩いたりろうそく垂らしたりね。そうですね、はい、あの大体の方はこの手にね垂らしてみたりとかしますけど、はいはい、あのまあ、上級者になってくるとお尻に垂らしたりとかしますね。どちらがよろしいでしょうか。じゃあやっぱり初級くらい、初級くらいでいきましょうか、ね、じゃあちょっと赤で、はいはい、せっかくですからみえさんのお手本私ですか。いきますか。この綺麗なジュエリーがちょっと汚れないように、はい、あのここにはちょっとこう置かせていただきますよ。よろしくございますか。はい、ではママもありますよ。はい、全国のファンの皆様ごめんなさい。はい、こんな美しいお手手を汚してしまいます。でも本人の希望ですから。あっ、熱い。ああ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 、やけどもしないし、ちょっと血みたいで素敵。素敵でしょ、おしゃれでしょ、はい、で、 でもこれ以上は暑いでしょ。これ以上はいろいろありますよ、はい、多分出てくるから。和ろうそくとかもあるし、ええ、これじゃあ M 子ちゃんじゃないと。いやー、M 子ちゃんでもね、やけどしちゃうかな。これやけどしないやつですから ね、 これでもペロッと取れちゃうんですよね。そうなんですよ、ちゃんとこう固まると、ええ、ペロ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 、綺麗に剥がれますからね、こうやって。ペロン。これはもうあの乳首だったりね、はい、あの陰部だったり、やっぱ感じるところ、あのお肌の弱い部分に垂らしても、はい、やけどしないような温度設定で、でも安心安全、一本一本手作りで、え、これ手作りなんですか。職人さんに作ってもらってるんですよ。すごい。へえ。全然形もね、これ残らないし、残らないなかった。あの最初だけでも、あとはね、だんだんなんか ね、 ね、意外にぬるくて気持ちがいい感じ。ちょっとパラビンパックみたいなツルツル感も、ツルツル感があります。ございますよ。はい、ママ、こう性の原点って何ですか。性の原点ですか。はい、やっぱり動物ですから繁殖機能かもしれませんが、我々人間ですので脳を使ってセックスをしたいですね。はい、というわけで脳のセックス、はい、繁殖とは違うものでございますね。 SM の素晴らしさって何でしょう。 SM の素晴らしさ、はい、人間にしかできない遊びでございます。でもやっぱりこう許せる人じゃないとできないですね。あ、やっぱり好き好みがありますからね、うん、そうですよね、うん、やっぱり愛、愛、あ、愛ありきですよ。信頼関係がないとできませんよ。できないですよね。で、M もね、うん、M 子ちゃんはね、主人をちゃんと信頼して頑張ってついていくと、うん、で、女王様は M のどんなことがあっても守る、うん、ママ生まれつき S、 生まれつきいじめっ子なんですもう若い頃から、行かせたがりなんです。あら、あ、でもじゃあママはどうなんですか。ママは私、じゃあ S、 SO は合わないですね。SO さんとは、あ、SO しか合わない、合わないか。え、MO さんね。MO ね、調教。うんうんうん。うん、かっこいいもんね、ママね。あの、M 女も好きですよ。M 女も好きなんですか。M 女も好きですよ。でもね、調教されたら嬉しいね。はい、嬉しいよね。嬉しいよね。うん、ママからされるから嬉しいんですよ。
やっぱり信頼関係あるよ、ね、そう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 、誰でもじゃないもんね。誰でもいいって言ってる M 女は、うん、お気をつけくださいね、 M 女ではない可能性が高いですから。あの私思うんですけど、例えば宝塚とかあんな感じの女ばっかりの園ってやっぱり SM 関係ってできちゃうんですか？ SM 関係はあるかもしれませんね。ですよね、うん、レズビアン関係もね多いって聞きますもんね、うん、でもほらゲイとかより、S、あの女ばっかりがもっと綺麗な気がします、うん、そう？私はゲイビデオもいいと思いますよ、はい、ママ何でもいけるんですか？だってあのそこに愛の形があってで一生懸命な感じがあれば、まあ男性と女性どっちが、私ですか、うん、私は裸の男と裸の女がいたら、うん、どっちに裸の女の子の方が食いつきはいいかもしれませんね、うん、やはりそうなんです、可愛い裸の女の子の M 女とか大好きですね。ああなるほどです、福岡に来たらぜひお店に遊びに来てください。マリンママでした。生贄を連れてくるように、生贄募集中、ないしは自分が生贄になるように。ママは生贄に ならないんですか？いや私ですか、はい、私が生贄になったら誰が私を料理するの？本当や、生贄来てね。はい、お待ちしてます。